どうも長野です。この映画はですね、びっくりしましたね。集中してたらあっという間に終わりました。もうね、こんな集中した映画ないですね。もう一回見ようと思います。奥さんの気持ちがめちゃくちゃわかります。そりゃそうなるよっていう、そりゃそうなるよっていう人ばっかり出てきます。人間ってそうだよねっていう映画です。地下室の変な穴、見てね。Et puis c'est tellement dingue. 新居の地下には謎の穴がありました。En plus d'avancer de 12 heures, on rajeunit de 3 jours. Viens, on descend par le conduit. これは欲望に落ちた大人たちの世にも奇妙な物語。地下室の変な穴。